はい、今回はワークマンとアマゾンの膝サポーター、別名ニーウォーマーと呼ばれているんですが、これらの比較をしていきたいと思います。画像のようにですね、価格はですね817円と227円ということで、価格差はわずかに10円ということになっています。ちなみにこちらはですね1個片足の価格になりますね。両方買う場合はもう1個必要になります。これらの何を比較しようかという話なんですが、主に3つ比較していきたいと思います。1つが大きさ、保護する範囲ですね。2つ目が締め付け感、3つ目が膝周りの体温変化ということですね。まず大きさなんですが、これが実際に着用した写真です。見ての通り、左側の白色、アマゾンの方が大きいですよね。当然、温める範囲も広いということになります。なので、大きさは白い方、アマゾンの勝ちということになりますね。次に、締め付け感なんですが、左側のアマゾンの方は程よい感じだったんですが、黒色のワークマンの方はややきつめかなといった感じでした。なので個人的には締め付け感に関しても白色のアマゾンの方が個人的には好きです。で、最後にですね、膝周りの体温の変化なんですが、まず着用前に膝の少し上の温度を測ってみたんですが、こちら 35.1 度だったんですが、その後着用してですね、約1時間後の膝の上の体温を測ってみたんですが、アマゾンの方が 35.8 度、ワークマンの方が 35.5 度ということでですね、発熱効果に関してもアマゾンの方が高いという結果になりました。ということで、今回は全てにおいて白色のアマゾンの方が勝ったということになりますね。おそらくなんですけど、アマゾンの方は定価はもっと高いと思いますね。箱や説明もしっかりしているんで、おそらく元値は同じ価格ではないと思います。で、最後にアマゾンの膝サポーターの特徴を簡単に説明しようと思うんですが、箱に書いてある通りなんですけども、高級なシルクを使用しているということですね。シルクというのは蚕の繭から取った繊維ということですね。蚕の繭というと、なんか小学校の時に実験した記憶はありますよね。人の肌に近い性質を持っているみたいです。加えてですね、ウールとアクリルをブレンドしたウォームサーバーと呼ばれる素材を使っているようです。興味のある方はぜひ商品をお試しいただけたらと思います。今回はワークマンとアマゾンの膝サポーターの比較になりました。ご視聴いただきありがとうございました。